エミール・ベルハーレン、エミール・アドルフ・ギュスターブ・ベルハーレンは、19世紀後半から20世紀初頭の、ベルギーの詩人、劇作家。フランス詩団で活躍し、ポール・ベルレーヌ、アルチュール・ランボーラと共に症状派の一翼を担った。当初自然主義によっていたが、やがて独自の境地に達し、人間賛美を主題とした、新領域を開拓した。1855年3月21日、 ベルギー北部、アントウェルペン州のシントアマンスに生まれる。家はフランス語を話す、中流家庭であったが、ベルハーレンは、フラマン語を喋っていたという。フラマン語は、アントウェルペン州を含む、フランデレン地域では広く用いられており、今日のベルギーではフランス語と並ぶ、公用語の地位を獲得しているが、当時のベルギーはフランス語偏調で、フラマン語は、学校では教育していなかった。 11歳の時に、ヘントの全寮制修道学校に入学し、フランス語を習得。後にフランス語で詩を書く基礎を作る。卒業後、ルーベン大学へ進学し、法学を収める。この時学生新聞で活躍したのが彼の文筆活動の始まりであった。これがきっかけとなって芸術活動に傾倒するようになり、やがて同じ志を持つ学生たちと共に、 求心的な芸術雑誌、若きベルギーの導入となった。法学で博士号を得た後、ベルハーレンは1881年から3年間訓練生となった。この時、求心的な詩人や画家などと交流を深めるようになる。当時ベルギーの芸術界では、改革派の芸術家たちが作った芸術導入20人会の活動が新刊をもたらしていた。世間が、 賛否両論に分かれる中、ベルハーレンは、積極的に彼らの活動に賛同し、若きベルギー誌や20人会の機関誌、現代芸術史で彼らを評価する記事を書き、注目を集めた。この時期から彼自身も詩を書くようになり、1883年には、諸女集、フランドル系物詩を発表した。自然主義に基づいた、 この詩集は時折挑発的とも思える内容を持ち、一部論争を招いたものの、師団へのデビューには十分な内容であった。しかしこの直後より、ベルハーレンは体調が優れず、1886年の第二詩集、修道士たちで成功が見られなかったこともあり、一時詩人としての活動が危惧されたが、ほどなく立ち直っている。 この時期に出された代表的な詩集として、夜、崩壊、黒い許可の黒の三部作がある。この黒の三部作では、大敗的な方向性を確実なものとしており、後の象徴派詩人としての活躍の一端を垣間見させるものとなっている。1891年8月、同じく芸術家であったマルトマさんと結婚。この年に出された我が途上に現れし者は、 結婚記念詩集と呼ぶべき内容の詩集であった。1898年にはフランスへ移り、パリ郊外16区のサンクルーへ転居。フランスへ転居後の彼の創作活動は旺盛で、詩集の他劇作にも手を出し、擬曲、夜明けをろした。この結婚と途と仏の前後、ベルハーレンは、幻覚に囚われた、田園、幻想の村々、職種ある都市の、 社会主義三部作と呼ばれる三部作をものした。これらの詩集においてベルハーレンは、都市と農村を退治させ、農村の血肉を食らって生きる、都市とそれによって荒廃する、農村をおどろおどろしく描き出し、自然主義から出して、独自の境地を切り開いた。これによって、ベルハーレンの死は、象徴派が勢力を持っていた、当時のフランス師団で名声を得ることとなる。このように、 人間社会への絶望を書く一方で、ベルハーレンは人間の想像力、生命力を賛美して強い期待を寄せ、生活の総望、創上の力、無料の総例、市場率などの詩集では、個人の愛称な世界観を超越した、反ヨーロッパ的な視点からの人間賛美を行っている。また妻マルトとの愛の時間を歌った、明るい時、午後の時、 夕べの時も、先のものと視点は異なるが、人間賛美の詩である。世紀末的なニヒリズムや大敗的雰囲気を超越して、人間賛美という境地に達したベルハーレンの詩は、さらに、ヨーロッパ中に知れ渡ることになった。詩集は20余りの言語に翻訳され、彼自身もヨーロッパ中を公園に飛び回ることになる。1909年、1912年、 1915年の計算会ノーベル文学賞候補にノミネートされたベルハーレンの名声の高さを物語る出来事であるこのようにして詩人妙理に尽きる名誉を得たベルハーレンであったがその死はあまりに突然であった1916年ベルハーレンは第一次世界大戦で祖国ベルギーがドイツ軍の侵攻を受けたことに批判し死臭 戦争の赤い翼によって戦争の参加を描き出すとともに祖国を救うため各地を講演して回っていた。その最中の1916年11月27日、フランス北西部ノルマンディ地方のルーアンからパリへ戻る際、駅において誤ってホームより転落、入線してきた列車により歴史したのである。61歳であった。妻マルトに、 この王子の知らせを伝えたのはアンドレジットであったと言われている。なお、翌年、イサク州として天井の炎が出版された。本国ベルギーではモーリス・メーテル・リンクと並び大文学者として有名で、出身地のシント・アマンスには彼の原稿、遺品を集めた博物館が作られている。この他の国でも活躍の場となったフランスは、もちろんのこと、欧州各国、 東欧、ロシアにまでベルハーレンの詩は知れ渡っており、フランス省徴子を代表する詩人の一人として高い知名度を保っている。明治時代、上田里氏が薬師集、会長音で、詐欺の歌、固く、辞書などいくつかの詩を紹介し、川地流行や、三富口場などによって論じられた。また、よさの鉄官は、ベルハーレン自身と会い、詳細な記録を残すとともに薬師を行っている。 大正時代には、大正デモクラシーによる、都市と農村の退治の明確化、また白川派の活躍による、人間三尾がベルハーレンの死の方向性と合一し、盛んに訳された。特に熱心に役史を行ったのが、高村光太郎で、大正中頃から、他の詩人も圧倒する勢いでわけを行い、大正十年から十四年にかけて、大量の役史を、後に、知恵古書に入れた死と、 同時期に書いた。しかし高村が大量薬師を行った頃には、死団の熱も冷めており、昭和に入ると事実上薬師は、高村の独占状となった。高村の訳け紹介は途中戦争を挟んで、散発的に戦後まで続いたが、昭和28年を最後に停止し、没後の昭和33年に、畜麻処房官、高村光太郎全収に収められたものが、 事実上最後の日本薬師集となっている。平成8年間の増補版、前週では第18巻に初集された。教端書でのまとまった薬師集の刊行はなく、研究者以外にほとんど知られていないのが現状である。ノミネーションデータベースザノミネーションデータベースフォーザノーベルプライズインリテラチュア、1901から1950。ありがとうございます。